私は建築会社の営業事務として働く派遣社員でした。高校を卒業してからの私は、インテリアデザインの勉強をするために専門学校へ進学してデザイナーを目指していました。でも、卒業後も就職先が決まらず、焦っていた私は派遣会社に登録したのです。そして、デザインの仕事での採用ではなく、営業事務でしたが、派遣会社から仕事を紹介してもらうことができて、私は安心していました。仕事が決まったことを母に報告すると、就職祝いと言ってスーツを送ってきてくれて、派遣社員だしお祝いなんていいのに、それにこんなにいいスーツなんて高かったでしょう、と私は母に聞いたのです。それは私ではとても買えないハイブランドのものでした。派遣社員でも正社員でもこれから社会人として働くんだからお祝いしなくっちゃ、しっかりね、と母は応援してくれて、うん、お母さんありがとう、頑張るよ、と私は母にお礼を言って頑張ることを約束したのです。母は私を一人で産んで育ててくれて、いつも一番の理解者で頼りになるありがたい存在でした。いつか母にこのスーツのお礼に何かプレゼントをしたい、そう思い、私は仕事を頑張ることに決めたのです。営業事務の仕事は思っていたよりも大変だったけど、事務の仕事よりも取引先への営業が面白くて、営業って苦手だと思ってたけど、いろんな人と話もできるし結構楽しいかも、と思ったりして、新しい自分の発見にもなりました。社会人として初めての仕事で、私はやりがいを感じ始めていたのでした。母からもらったスーツを着て毎日張り切って仕事をしていた矢先の出来事です。お昼休みに食堂で、私はコンビニのお弁当を食べていました。すると総務課の女性社員のグループが私のテーブルの隣に座りました。私はこの人たちのグループが苦手でした。派手でいつも賑やかに食堂で騒いでいるので、隣のテーブルに彼女たちが座った時はなんとなく嫌だなと思ってしまったのです。すると私の予感は的中しました。総務課のグループの中でも中心的な女子社員が私の隣にいきなり座り、あなた派遣で入った営業さんよね、その割にいいスーツ着てるのね、と私に話しかけてきました。私は何と答えていいのかわからず、あ、はい、としか答えられず、するとその返答が気に入らなかったのか、何よその態度、気取っちゃって何様、似合わないスーツ着てんじゃねえよ、と言って彼女は手に持っていたコーヒーを私にかけたのです。私は唖然として言葉も出ない状態で、そんな私を見て、社員でもないくせに偉そうに、派遣の給料でよくそんなスーツ買えるよね、何してるか分かったもんじゃないわね、と捨て台詞を言って食堂を出て行きました。私は彼女に腹は立ちませんでしたが、せっかく母からもらったスーツが汚れてしまったことがとても悲しくて仕方ありませんでした。コーヒーで汚れてしまったスーツをクリーニングに出して、私は翌日から自分で買ったリクルートスーツで出社しました。クリーニングから戻ってきても、あのスーツを着て出社するのがなんとなく怖くて、私はあの日以来、母からもらったスーツで出社することができませんでした。そんなある日、営業で
先輩と言っていた取引先の社長が来社してきました。私は必要な書類を揃えて応接室へ入ったのです。仕事の話が終わり、社長を会社のエントランスまで送ると、君、あのスーツ気に入らなかったのか?と言われ、私は何のことかさっぱりわからず、あの、社長、スーツって、と私が聞くと、君が初めてうちの会社に来た時のスーツだよ。あれ以来着ていないから。と言われ、あ、ちょっと汚してしまって。でも、なぜ?と私が社長に聞き返すと、そうか。いいんだ、気にしないで。じゃあ、また。と社長は帰っていきました。私はどうしてあの社長が私のスーツのことを気にするんだろうと不思議でした。でもその日は私は会社帰りに母と夕食を食べる約束をしていたので、社長の言葉をそれほど気にすることなく帰ったのです。母とは仕事を始めてから初めての再会でした。待ち合わせの店に着くと母はすでに待っていて、元気そうね。よかったわ。あら?あのスーツ着ていないの?気に入らなかった?と聞かれたのです。違うの。っていうか、今日それ聞かれたの2回目よ。と私は答えました。すると母は不思議そうに、え?2回目って?と私に言ってきたので、今日あった出来事を母に話しました。スーツにコーヒーをかけられた経緯も。すると母は、あのね、あのスーツをくれたのは私じゃなくて、あの社長なの。と言い出して、私は何が何だかさっぱりわかりませんでした。母は言いにくそうに話を続けました。あの社長はあなたのお父さんなのよ。と母は話してくれたのですが、私は驚きのあまり声が出ませんでした。私たちは高校の同級生でね、ずっと付き合っていたの。でも彼は会社の跡取り息子で、ご両親から大反対されてね、付き合っていることを。私は母子家庭で育ったもんだからね。それが一番の原因かな。でも、彼はお見合いで結婚することになって、私、諦めたのよ。ちょうどその頃、あなたがお腹にいることが分かったんだけど、彼にはその時言えなかったのよ。母の話が私は信じられなくて。お母さん、だって今までお父さんは事故で死んだって言ってたのに。これまで私は父は死んだと聞かされていたので、もう頭の中はパニック状態でした。まさかあの社長が自分の父親だったなんて。あなたが3歳になった頃、街で彼に偶然会って、その時あなたを産んだこと初めて話したのよ。それからあなたの誕生日には必ず連絡をくれるようになって、結婚しようと言ってはくれたけど、その時はまた反対されるからってお断りしたの。それでも彼ね、あなたのこと心配して時々連絡をしてきてくれていたの。それで今回あなたの仕事が決まったことも話したのよ。と母は話してくれました。社長は結婚したものの間もなく離婚してしまったそうで、子供がいなかったそうです。私のことを陰ながら応援してくれたということでした。あのスーツも就職祝いということで母に託したことを聞かされました。母は、コーヒーをかけるなんてひどいわね。嫌な目に合わせてごめんね。なんていう人?と私に言いました。いいのよ。
総務課の人たちはみんなお偉いさんの知り合いの人たちだから。確か木浦里美さんって人よ、私にコーヒーをかけた人と私が言うと、え、その人彼のお姉さんの娘さんだわと、母から私にコーヒーをかけた総務課の女性は社長の姪っ子だと聞かされたのです。社長がお姉さんの娘さんの子供の就職を頼まれて入社を頼んだとのことでした。もしかして私のこと知っててあんなこと？と私が言うと、それはないと思うけど、あなたの存在は向こうの家の人たちは知らないはずだから。ただあなたの派遣先の会社を教えたとき、めいっ子さんを紹介した会社だとは言っていたけど、と母は言っていました。私はその話を聞いてなんだか切なくなりました。母は、今まで黙っていてごめんね。いつかは話そうと思っていたんだけど、なかなか言い出せなくって、と私に謝ってきたのですが、ごめんお母さん、あまりにも突然すぎて頭の中の整理がつかないわ、と私は答えたのです。その日は私もそれ以上は何も言わず、母と別れて家に帰りました。母とこんなに気まずい感じになったのは生まれて初めてでした。それから私はあのスーツを着ることもないまま仕事をしていました。地味で安っぽいリクルートスーツを着ている私を見て、総務課の女性社員は、あら、あのスーツ最近見ないわね。でも、今のスーツの方がお似合いよ。と、すれ違いざまに言ってきたのですが、私は言い返すのもめんどくさくて、知らんぷりをしていました。言い返す言葉よりも、この人と私って血がつながっているんだ。コーヒーかけられることがなければ、父親の存在を知るのはいつになっていたんだろう、と考えたりしていたのです。何の反応もしない私に意地悪を言うのが飽きたのか、そのうち何も言われなくなった頃、気がついたら契約更新の時期を迎えていました。でも私は、契約更新するつもりはありませんでした。いろいろな出来事の背景が私には複雑すぎたからです。契約満了を迎えた日、退社の時刻になり会社を出ると、あの社長が立っていました。少し話できるかな？と言われ、はい、と私と社長は近くの喫茶店へ行きました。めいの里美が随分ひどいことをしたみたいで、お母さんから聞いたよ。本当に申し訳ない、と社長は私に謝ってきて、みんなに甘やかされて育ったもんだからわがままで、今まで何もしてあげられなくて、挙句の果てにはこんな嫌な思いまでさせてしまって本当にすまなかった、と言って深々と頭を下げられました。私は何も知らなかったし、別に謝ってもらうことじゃないし、そっけなく答えてしまったのですが、これは罪滅ぼしでもないしコネでもないんだが、うちの会社の専属のインテリアデザイナーとして仕事を頼めないかな。社員じゃなくてプロのデザイナーとして仕事を頼みたいんだ。どうかな？と社長は言って、いつでも連絡待っているから。と言って、私の返事も聞かず、喫茶店を後にしました。母とも社長とも連絡を取らない日が続き、一ヶ月が経ち、私は22歳の誕生日を迎えたのです。仕事も決まらないまま、アパートで一人の誕生日でした。すると、インターホンが鳴り、ドアの外を見ると、
母と社長がいて、あゆみ、お誕生日おめでとう。何その格好。まったくもう、着替えてきなさい。出かけるわよ。誕生日にスウェット姿のまま、髪の毛もボサボサの私を見て、母は笑いながら抱き寄せました。お母さん、私、どうしていいかわからなくって。ごめんね。全然連絡もしないで。と、私は言いながら、なぜか涙が溢れてきたのでした。その時私は、意地を張っていた自分に気がつきました。そして社長からは、三人でお祝いしないか?お誕生日おめでとう。と、花束を渡され、ありがとうございます。と、私は言ったけど、さすがにお父さんとはまだ呼べずにいて、でも、心の中では呼んでいた気がします。22歳になって、初めての親子三人揃ってのお祝いでした。死んだはずの父が生きていて、正直戸惑いました。でも今は、社長が私の父親でよかったと思っています。そして、久しぶりにあのスーツに袖を通しました。誕生日に、花束と一緒に父が私にくれたのは、インテリアデザイナーとしての名刺でした。念願の仕事につけて、私はまた、やる気と元気を取り戻すことができました。そして、母と父は入籍をすることになり、お父さんって呼べるようになる日も近いかな、と感じる今日この頃です。